こうしっかりかっこよくね、こう設計されてるんじゃないかなと思いますね。はい、下ろして、はい、こうやって収めてあげて背中を閉じると、股関節を下にグッと下げます。こんな感じで下に下げて、ここのさっきのスカートの部分で固定してあげると、グッと上に持っていって曲げます。で下に下ろすと、反対側も膝をグッと持っていって下げると、これ面白くないですかね。いや、しっかりとね、虎に変形しましたね。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。セレスティアルウォリアーズより臨床者です。それでは見ていきましょう。ということで、こちら、この新南西、なんか新しい南の星と書いてる、この新南西玩具みたいなところから出ているおもちゃですね。で、このセレスティアルウォリアーズっていうのが、自分以前にもね、レビューしたことあるシリーズなんですけれども、あの神獣混合って書いてる、あの合体する系のおもちゃあるんですけれども、中国のね、その系譜のおもちゃだと思います、こちらで。まあ、なんか今回、まあ、なんでこれ買ったかっていうと、まあ、こう CG のイラストがあったんですけど、それを見て、あ、かっこいいなと思って、これどんな変形するんだろうと思って買ってみました。で、なんか虎だから、なんかあの中国というか、なんか虎年じゃないですか、こう今年なので、なんかそういう系のアイテムなのかなとかと思って買ったんですけど、特にまあ関係ないですかね。で、これ特に合体とかはせず個別変形ですね。で、横見るとなんかあの黄色い虎がこうなんか女性型なんですよね、これおそらくが、こう変形してるやつもあるんですけれども、あの自分が使った、ショッピングサイトでは この色はなくて、この灰色のやつだけ販売されておりました。で、これがあのなんか男性っぽい見た目してますね。で、横こんな感じになってます。で、はい、裏側こうですね。で、はい、これですね、臨床者で、このこれがモードですね。模試って書いてるのがモードで、こっち臨床模試で、これがビーストモードで、こっちがなんかビーストマンみたいな意味になってます、臨床者っていうのが。で、この変形のさせ方がなんとこの下の部分に書いていて、なので説明書とかはねないんですよね。ということで、早速開けていきたいと思います。はい、それでは取り出していきましょう。中身を取り出すと、臨床者本体と武器が入っております。それでは早速見ていきましょう。臨床者のロボットモードがこんな感じになっております。どうでしょうか。まあ、こう CG で見た感じよりかは、ちょっとこうなんだろう、まあシンプルというか、まあこう触った感じわかるんですけれども、このプラがちょっとこうあのなんだろう、なんか軽さがあるなんか感じがしますね。まあ、あのよくあるこう中国のなんか安い系のなんかロボットの質感がありますね。まあ、ただ結構こう塗装箇所は多いので、こうね、しかもこう複雑な塗装というかプリントがねされていますので、この虎の模様をねっていうのが、まあいいんじゃないかなと思いますね。こんな感じで、で、まあ、成型色としてはだいたいこのグレーの成型色、そしてオレンジで黒、あとはこの目ですね、目の部分がクリアパーツになってるので、このロボットの目とこの虎の目が、まあ、なんですけど、こうどこにもそのなんだろう、入り口、こう出口はあるんですけど入り口がないので、特にこう就航ギミックみたいなのは働かない感じになっておりますね。まあという感じで、こう見た目としてはまあこうかっこいいというか、まあシンプルですよね、うん、シンプルな見た目してるなと思いますね。で、武器がこちらになっております。なんかこういう3つのなんかこういうなんでしょうか、こういう系の武器、なんだろう、レールガンとも言わないし、なんかここに
ね、溜めてこうバッて撃つビームとか撃てそうな銃になっておりますね。でこれを、はい、この腕手首にグッとこう持たせてあげて、ちょっと硬いんですけど、こうやってグッと持たせてあげることができますと。でこう持たせた時に若干この銃がね外側を向いてしまうんですけど、ちょっと分かりますかね、なんか若干こうちょっと外側をね向いてしまうんですけれども、まあそうこうこうやって持たせてポーズを取らせることができますと。あのクリック入ってるのはいいんですけど、肩のクリック激肩なので、あバキってねいくクリックですね、肩のクリックは。で稼働をちょっとさせてみますか。まあこんな感じで持たせて、でなんかやっぱりこう手首の なんだろう角度かな、なんかいろいろちょっと微妙な角度になってしまうんですよね、銃持たせると。まあただこう結構可動はあるので、頭を動かしたりとか、こう腕広げたり、こうね腕を回したりだとか、肘もまあ曲がるのってまあこんな感じでね、で足も結構こう動くので、このつま先もこう回転するので、こう地面にこう設置させてうまいことポーズ取らせることができるんじゃないかなと思います。ちょっとここ緩いですかね、若干。まあこんな感じで、まあ結構足結構こう可動多いので、ここら辺あの変形に使うんですけど、なのでまあ若干ポーズ取らせにくいのかもしれないですけれども、しっかりとこんな感じで、まあ、ポーズはね取らせることができるんじゃないかなと思いますね。でこういうあの素材がちょっと安っぽいロボットを触った時に、この素材が安っぽいからってあのこのおもちゃ良くないっていう評価してしまいがちなんですけれども、それはちょっと違うなと最近自分が思い始めてきて、あのこの箱に書いてるこの CG ですね、このロボットデザインをまず見て、で結構この CG のデザインとおもちゃのデザインってあの変わることがあるんですよ、やっぱり。なのでそこをまず見ますね、こんな感じで。で見た時に結構この CG と同じ感じでこのおもちゃも出来上がってるので、これは素晴らしいなと思いますね。でまあ若干こう立たせてるポーズとしては、このやっぱ銃ですね、なんか銃の角度がうまく決まらない感じはしますけど、それ以外はこうしっかりかっこよくねこう設計されてるんじゃないかなと思いますね。まあ、ということで、この個人的にはこの腕ですねがちょっとなんかこう収まりが悪い気がするので、こう爪を曲げてこうやってこうやってね変形させて収めておくのが個人的には好きですね。こんな感じで収めておくのがね、うん、まあこうすれば割と収まりがいいんじゃないかなと思いますね。あとはこのパッケージでこのヒーロー着地みたいなポーズやってたので、玩具でもやってみたんですけれども、ちょっとこの顔の角度が変わらないのでそこまでね再現はできませんでしたね。それではこれをロボットモードからビーストモードに変形させていきたいと思います。まずはこの肩のパーツを外してあげます。はい、こんな感じで外れますので、肩を外してあげると。でそしたら腕からまず変形させていきましょう。これがはいこうですね、まずは下にはい下ろしてでこれを、はい、180度二の腕を回転させまして、で肘ちょっと曲げて、でここの足ですね、足の部分をグッと下に持ってきて前に持ってきます。でこの爪をグッと前に出すと、反対側も下に、あー怖いや本当いつおっとこれちょっと壊れるかねなんか分かんないんですけど、結構こういうので無理やりやってねじ切れたりしますからね、なのでちょっと慎重にねやりたいところですけれども、さてでこんな感じで、はい下に下ろして、でグッと爪を前に向けてあげると。でそしたらじゃあこの顔いきましょう。ちょっとこの顔の背中ですね、このバックパックみたいな部分ここパカッと開くので開いてあげて、でそこにまず
ここですね、この顔、虎の顔をちょっと外してあげて、でここのロボットの顔と連動しているので一緒に動かしてあげて、ロボットの顔はこの背中の部分に、すっぽりとね収まりますので、はい、こうやって収めてあげて背中を閉じると。でそしたら、あ、これは逆ですね、こうですね、はい、あ、いいんだ、こう、はい、この下半身だ、下半身を180度こう回転させてあげてこんな感じにします。でライオンじゃない、虎の顔を、180度回転させてあげると。で、はい、上半身できましたね。でそしたら下半身ですね、この下半身がまあ面白いのかなと思います、変形で。まずこここの部分がなんと尻尾になっておりますと。でこれ結構こう展開するんですよね、ヒンジで。これね結構面白いんじゃないかなと思います。でここなんとこの股関節を下にグッと下げます。こんな感じで下に下げて、ここのさっきのスカートの部分で固定してあげると、はい、こんな感じでグッとね固定してあげます。これ面白いですね、足を下に下げるっていう。で下げたらこの膝ですね、膝からグッと上に持っていって曲げます。で下に下ろすと、反対側も膝をグッと持っていって下げると。これ面白くないですかね、この太ももを下げることによって虎の体を延長して、で膝から下を後ろ足にしてるっていう、この変形結構面白いんじゃないかなと思います。そしてここ足を出してあげて、爪をこうグッとね出してあげます。でそしたらここのつま先だった部分をグッと畳んで、はい、こんな感じにしてあげます。でちょっと斜めにやってあげて、足を地面と平行にしてあげるといい角度になると思います。そしたら反対側も、はい、このカバーが後ろになるように後ろに持ってきてあげて、で足を下ろして爪を出すと。でちょっとこう後ろに斜めにしてあげて、このつま先だった部分は収納してあげます。でそうしたらこの銃ですね、この銃に、はい、この肩のパーツをサイドにこうグッとね取り付けてあげます。でそうしたらこの背中のこの穴の部分に持ち手をグッと差し込んであげると、これでビーストモードになります。どうでしょうか。さてこんな感じになっております。いや、しっかりとね虎に変形しましたね。でやっぱりこの、まあ、変形の面白いところとしては、個人的にはこの下半身一番面白かったなと思いますね。これを下に下げて、で太ももをね伸ばして延長して、で足はこの太ももから下になるという、うん、この大きさ的、まあ、長さ的にもこの膝から下でもしっかりとこう成り立ってますよね、長さが、うん、全然短くないのでっていうところとか面白いなと思いますね。で、まあ、銃もしっかりこうつけられて、でこの上半身もこの肩のパーツを外すことによって元のロボットモードの腕とはちょっとね違う雰囲気になっていたりしてね、面白いんじゃないかなと思いますね。しっかりと尻尾もありますし、変形もねそのやりづらさとかもなく簡単に変形できるのでいいんじゃないでしょうか。武器もしっかりこう取り付けることができますしね。でこの口一応開閉しますね。で歯がシルバーにねこう塗られてますね、こんな感じで。で、まあ、これもこの一応ねこの CG と見比べでいきたいと思うんですけれども、こう虎がね結構違うんですけれども、何が違うかっていうと、この足の後ろ足の変形ですねが違うんですよ。これこう関節でこう曲がってるじゃないですか、曲がって曲がってってなってるんですけど、このこっちはこの曲がらずそのままスッとねいってるんですよね。この CG だと本来ここでおそらく曲がるはずなんですけど、ここね、まあ、曲げ、まあ、こっち反対側になら曲がるんですけれども、このカバーの向き的に違うんですよね、これが。はい、こんな感じでカバーが上側に行ってるので、これがもう本当はこうねなんか違う向きに
なるんですけれども、まあ変形としてはね、このおもちゃの変形としてはこれが正しいので、まあこのビーストモードの変形はちょっと CG のやつとは違うって感じになっております。結構こういうことあるんですよね、おもちゃのその世界というかなんかこの CG ではこういうことやりたかったけど、こう設計する時の設計する時とか、なんかコストの面とか、あとおもちゃとしての遊びやすさとかいろいろ考えた時にこっちの方がいいよねってなって、この CG のやつとはこう変えるみたいなことがあるので、まあそれはまあおもちゃねならではなのでいいんじゃないでしょうか。まあ特にね、こうそこまで見た目が変ってわけでもないので、個人的にはまあいいんじゃないかなと思いますね。ということで今回のセレスティアルウォリアーズの臨床者いかがだったでしょうか。やっぱりこう普通に立たせてるだけでもかっこいいですよね。これやっぱこの武器も、かっこいいと思いますし、こう単純にこのデザインがね、個人的には好きだなと思います。やっぱりこうどうしてもプラの質がちょっとこうね、安っぽかったりすると、その時点でもあこれダメなおもちゃだって決めつけちゃうこと結構多いんですけれども、そこで一旦その材質は材質で置いといて、デザインにちょっと注目して見るとまたちょっと見方が変わるのかなと思いますので、皆さんもちょっとこうまずはちょっとこうロボットデザインとかをね見てみたりしてみてはいかがでしょうか。あとこれはこの変形も、結構面白かったなと思います。下半身の変形がね良かったんじゃないかなと思います。まあ、ということで今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。